人工島の施設の建設を中国がやめてくれないと、これはアメリカは妥協できないんですよ、はいはい、でそれも、あの中国側から僕が聞いてるのは、中国は喧嘩相手だからよく議論するわけですけど、特に軍人と、なんかね、僕と議論した人は結構やっぱ失脚してる、失脚してる、出世してるんじゃなくて失脚してる。ああそうですか。だからちょっと僕最近もう本当に本当に遠慮してるんですけど、彼らの人生はあまりにも変わるなと思って、やっぱりあの真正面から挑みかかってくるんだから僕は評価するわけですよ、ほとんどしないのに、アメリカ人はほとんどするけど、中国人はほとんどしないけど、その中で議論に応じてくれる人が本当に所属不明になったりですね、こうするわけですよ、で彼らからあのそこはかとなく聞いてるのはですね、要するにその建設やめるっていうのも見せかけの中止凍結があるよね、うん、ありえますよね十分、でアメリカは当然メディアの国だから、CNN とか、そういうのが喜ぶ、あの絵を出せばいいんですよ、ポーズだけは撮ると、で、まさしくサブスタンシャルな、その核戦力の実効性あるものの建設はやめないと、ね、でこれはあの逆に言うと中国ができるのは見せかけの工事凍結だから、アメリカは、あの戦争ばっかりしてるから、余計に核戦力っていうか、あの日本人を虐殺したから広島長崎で、人体実験でやったから余計に核戦力の怖さ知ってるから、っていうか日本人よりはるかに知ってますよね、だもんでつまり妥協できないんですよ、この信念になっても、ということは米中の間では、これあのゴールがないんですよ、だから、その国際社会の新たな枠組みに取り込んでいくしかない、南沙問題を戦争に至らしめないためには、で国連は全く何もできない、ただやっぱりね、その今青山さんおっしゃったように、その新たな枠組みに取り込んでいかなきゃいけない、要するに中国っていうのはどういうやり方をするかっていうと、もともとあの南沙諸島といわれる、今南沙諸島新南群島ですね、元日本のね、そこに中国の中華人民共和国の権利なんか本来全くないところですよ、ね、つまりだけど彼らの発想というのは全くそんなところに、そんなあさってのところにあなたたちの、ね、領有権なんかあるわけないでしょというところにでもね、なんだかんだってこういろんなことをやり、でしかもその岩みたいなところだったのに、もうほら、ね、そう、人の命なんて何とも思わない国だから、そういうところに一人二人置いてね要するにあのなんかもうパラソル立てて、昔の人柱とかあんな感覚ですね、そうパラソル立ててね、その波にさらわれそうになりながら人がそこに居つくわけですよ、でどんどんまあ工事をしていって掘ったて小屋みたいなのを最初立ててっていうところから始めちゃって、とうとう国際社会がどうこうしようかっていうような大問題にまでなっちゃうっていうのはね、やっぱりだから日本人の考えることとは発想全然違うんですよ、はあはあはあ、そして残念ながら今や中国の方がもうその国家100年の計がね、悪い意味でですよ、あるってことはっきりしちゃいましたよね、日本が全然それを持たないということが、むしろ私は相当恐ろしいことだなっていうふうに思いますし、でこれから国際社会で青山さんおっしゃったように役割を果たしていくという、あの行かざるを得ないと私も思いますが、それでもまだ国内ではなんかわけのわからないことばっかり言ってるでしょ、もうだから私意外にね、憲法改正なんかもちょっと弱気に見てます、弱気にというよりも、私自身がというよりもね、いややっぱり結構難しいんじゃないかというふうに、そうです、結構どころじゃないですよ、ですよね、割合悲観的に見てます、あの安保法制程度で、あの騒ぎ、でまあちょっと戻りましたけどね、民進は、いやでもあの戦争法案というレッテルとかね、それは最初から意外に普通の国民信じてない、そうなんですか、でも例えばその徴兵制がとかってね、なんかとんでもないこと言ってたじゃないですか、でそういうのに対してメディアがまた同じように乗っかって言うもんだから、意外にね、例えば女性なんかでも、ちゃんとしてる人ですよ、しっかりしてる人でも、でもあそこまで言われるとやっぱり本当にそうなんだろうかってちょっと不安になるって、それが支持率に少し反映されましたよね、安倍政権の、ですからじゃあこれ憲法改正なんていうことを言い出したらどうなっちゃうんだろうって、このだから精神構造を変えるっていうのはもう本当に簡単じゃない、あの先ほどおっしゃられた意識の変革のっていう、その野田さんの発言の問題にもつながりますよね、だからこの南シナ海のね、例えば問題の、あの、まあ、報道をずっと見ていても、前にも申し上げたように、
ここ南沙諸島じゃないんですよ、もともと親鸞群島っていう日本の島だったんですから、はい、っていうことなんか、はい、そっからやっぱ戻らない、誰一人言わないでしょ、言っちゃいけないことのようになっちゃってるじゃないですか、言っちゃいけないタブーにもなってるんだけど、知らない、そもそも、はい、そうなん、知らない知らない、つまりメディアは知ってるけど隠してるんじゃなくて、知らない知らない、根深いですね、そっからやっぱそこまで戻らないと ね、どうしましょうっていう話なんです。あの日本人より海外の人の方が日本の現代史をちょっと知ってるから、あ確かにそうですよ ね、ちょっとカルちゃんのお話に補うと、はいはい、あの中国は人の命を何とも思ってないって言って、うん、はい、あのおっしゃって、あの妊娠中の岡本ディレクターも今笑ってたけど、妊娠中動物妊娠してるでしょ、あのお腹デブなんだけど、デブじゃない、お腹だけ出てるダメですよ、青山さんみたいに、青山さんみたいに鍛えないと、いやいや鍛える時間は今ないんですけど、なんだっけ、何を言おうとしたのかな、自分で話をさらして中国が、中国がね、人の命を何とも思わないと有本さんのお話、岡本ちゃんまで、あのアハハって笑ってて、いやそれは別に変な笑いじゃないんだけど、あのそれはあの世間さんとのね、はい、あのかおりちゃんと世間さんの、はい、あの素晴らしい対談本にもちらっとね、リベラルの中国ちらっと出てきたのは、はい、要するに中国に対して何か言うと、はい、右翼だとか、うんうん、そう言われた時期があったと、ね、今は少し違うけどもみたいなニュースで対談されてたけど、はい、これ実は鄧小平が言ってるんですから、はい、え一平ちゃん知ってるでしょ、1989年天安門事件の時に、はい、中国人をあふれ返ってんだから、ええ、天安門事件で少々死んだと構わないと、あの鄧小平さんっていう一番西側にやや近い、うん、そうですよね、近いっていうのはちょっと違うけど、比較的に西側と対話をできる指導者みたいに思われてた人ですよね、少なくとも共産党ゴリゴリではない鄧小平さんだから改革開放路線、まあ逆の見方もあるけどね、本当はゴリゴリの独裁だからできたとも言えるけど、いややっぱり客観的に見るとゴリゴリの共産党よりは少し話ができる、その人がまあ、死んだって構わないっていう発言を公然とやってるんだから、だからかおりちゃんが何か右翼的な話をしてたとか、いや右翼あるは論外だけど、誇張なさったわけでは全くないんですよ、そうなんですよね、でその意味でも価値観が全く日本だけじゃなくて西側諸国から全く違ってってとは全く違ってて、でもね今のかおりちゃんの話にも関連して言うとね、これ明らかに中国の失敗なんですよ、はあはあはあ、明らかにやりすぎたわけ、簡単に言うと、世の中複雑に見えて実はシンプルだから、まずあのカールちゃんがあのおっしゃろうとしたことをあえてもう一回補うと、はい、まあ、中国の赤い舌ってからかわれてるんだけど本当にそれ見えますよね、ベローンとね、だって どう見ても中国 の、 あの領海であったりそういうところは海南島を含めてあげてもですね、その北部に限られてるわけじゃないですか、はい、かに、それをこの明らかに全然中国じゃないところまで広げちゃって、でそれは、うん、やっぱり、おっしゃったその中国の長期戦略で恐怖感が、はい、根っこにあるから、はい、中国はずっと周辺に滅ぼされてきた国なんで、はい、周りを陸も海もこうギューッと押し出すように固めたい、ね、これ僕は適当に言ってるんじゃなくて、さっき申し上げた議論相手の中国の将軍が、特に一杯入ると、はい、中国の酒めっちゃ強いでしょ、はい、あれでカンペカンペってやってるうちに突如として爆破するみたいに、だからギューッと押し出したいんだよ、ということですね。でも拡張主義っていうのはね、彼らの体の中にあるものなんですよ、頭の中というよりも、そうですよ ね、 うすね、恐怖感に基づいてるからね、だもんでこれ間違って、はい、この大風呂敷を広げちゃって、で人工島を作る云々も、そのさっき言ったその核戦力っていうね、核戦力をその使えるものにするっていう、 まさしく、はい、あの時間かかるんで核戦力の整備っていうのは、それもあるけれど、広げた風呂敷に何か詰め込まなきゃいけないんで、なるほど、だからその暗礁、つまり水に隠れてしまうものの上に何か作ると揉めるのは分かってるけど、本当に核戦力だけ考えるんなら、わざわざ暗礁を一生懸命人工島にしなくても、うん、もうちょっとやりやすい島もないわけじゃないんだ、それはそうですね、確かに、だからわざわざ揉めると分かっててそこまで広げるっていうのは、風呂敷の中に何か入れないとカッコつかないと、だから明らかにやりすぎてしまって、でもこれで習近平政権が仮に今年も続くとして、今年続くあの保証は全くないと僕は思うけど、そうですか、はい、もし続くとしたらですね、だからさっき言ったその見せかけの凍結だけでも下手すと政権の基盤が揺らぐ、でも軍部は例えば海軍は権益の拡大になるから喜んでる部分もなくはないけど、
陸軍の将軍たちは、これどうしてくれるんだって話なんですよ。それそうでしょうね。予算もどんどん持っていかれるし、いくら中国でも予算は青天井じゃないから。そうですよね。だから、南西諸島今年どうなるっていうのは、実は中国の内政問題でもある。広げちゃった風呂敷をどうやってしまうのか。で、そういう時にですね、僕は日本がしたたかな外交あるんだったら、これが、まあ、変な意味じゃないお手伝いできるんですよ。とおっしゃいますと、アメリカとその対マンでやんの無理だから、落としどころを日本がつけてあげるって手があるんです。ちょっと僕あえて抽象的に言ってるんだけど、で今までの日本国外務省では全く無理なんで、外務省がどれほど嫌おうとも官邸外交やるしかない、直接ね、ただこの、まあ今おっしゃられたようなこともあるんですけれども、先ほどちらっとその、まあ、習近平政権がね今年続かないかもしれない、私もちょっとその可能性結構あると思っていて、で一つはね、もちろんその習近平さん自身が何らかの危険に遭うってこともあるかもしれないけれど、暗殺も含めてということですね、可能性も含めて、で中国の経済ですよ、もう今年ね本当に持たない可能性がある。ですからやっぱりこうやってねどんどん外へこう拡張してきたのはいいけれど、でそれは中国の場合こういったその軍事もそれから外交も全部内政のためにやってるわけですよ。まあどこの国でもそういう要素は強いですけれどもね、特に強いだけど、こうやって見せているけれども本当にその中国の経済そのものがパンクする可能性も出てくる。で一番怖いのは昨年末にその中国 の、あの人民元がね、主要通貨になってる。 IMF が、しかもランクが日本円よりも、イギリスのポンドよりも上の第3位でしたね、で、これがね、逆に言うと、非常に世界にとってまずい状況、まずい中国経済が本当にパンクするとかね、あるいはその今までよりもより以上に今までもずっとシュリンクしてきてるんですけど、もっとこれ加速することになってくると、主要通貨になったがゆえに世界中が受けるマイナスの影響ものすごい大きい、なんてことをしてくれたんだって話です。本当にだからそっちが早いかね、中国が自滅するのが早いか、あるいは習近平政権が何らかの形でこう変化があって、中国国内に相当大きな変化がもたらされて、こういった南シナ海の問題にだんだんこう手がつけにくくなってくるのが早いか、あるいはもっとどんどんガンガン来るのがまあ先に進むかっていうようなところだと思うんですけどね。核戦力をその使えるものにするっていう、まさしく、時間かかるんで、核戦力の整備っていうのは、それもあるけれど、広げた風呂敷に何か詰め込まなきゃいけないんで、なるほど、だから、その暗礁、つまり水に隠れてしまうものの上に何か作ると揉めるのは分かってるけど、本当に核戦力だけ考えるんなら、わざわざ暗礁を一生懸命人工島にしなくても、もうちょっとやりやすい島もないわけじゃないんだ。それはそうですね、確かに。だからわざわざ揉めると分かっててそこまで広げるっていうのは、風呂敷の中に何か入れないとカッコつかないと、だから明らかにやりすぎてしまって、でもこれで習近平政権が仮に今年も続くとして、今年続くあの保証は全くないと僕は思うけど、そうですか、もし続くとしたらですね、だからさっき言ったその見せかけの凍結だけでも下手すと政権の基盤が揺らぐ、でも軍部は例えば海軍は権益の拡大になるから喜んでる部分もなくはないけど、陸軍の将軍たちはこれどうしてくれるんだって話なんですよ。そりゃそうでしょうね。予算もどんどん持っていかれるし、いくら中国でも予算は青天井じゃないから。そうですよね。だから南西諸島今年どうなるっていうのは、実は中国の内政問題でもある。広げちゃった風呂敷をどうやってしまうのか、でそういう時にですね、僕は日本がしたたかな外交あるんだったら、これが、まあ、変な意味じゃないお手伝いできるんですよ。とおっしゃいますと、アメリカとその対マンでやんの無理だから、落としどころを日本がつけてあげるって手がある。ちょっと僕あえて抽象的に言ってるんだけど、で今までの日本国外務省では全く無理なんで、外務省がどれほど嫌おうとも官邸外交やるしかない。直接ね。ただこの、まあ今おっしゃられたようなこともあるんですけれども、先ほどちらっとその、まあ、習近平政権がね今年続かないかもしれない、私もちょっとその可能性結構あると思っていて、で一つはね、もちろんその習近平さん自身が何らかの危険に遭うってこともあるかもしれないけれど、暗殺も含めてということですか。
人工島の施設の建設を中国がやめてくれないと、これはアメリカは妥協できないんです。はい、でそれも、あの中国側から僕は聞いてるのは、中国は喧嘩相手だからよく議論するわけですけど、特に軍人と、なんかね、僕と議論した人は結構やっぱ失脚してる。失脚してる、出世してるんじゃなくて失脚してる。ああそうですか。だからちょっと僕最近もう本当に、本当に遠慮してるんですけど、彼らの人生はあまりにも変わるなと思って。なるほど。やっぱりあの真正面から挑みかかってくるんだから僕は評価するわけですよ、ほとんどしないのに、アメリカ人はほとんどするけど、中国人はほとんどしないけど、その中で議論に応じてくれる人が本当に所属不明になったりですね、こうするわけですよ、で彼らからあのそこはかとなく聞いてるのはですね、要するにその建設やめるっていうのも見せかけの中止凍結があるよね、うん、ありえますよね十分、でアメリカは当然メディアの国だから、CNN とか、そういうのが喜ぶ、あの絵を出せばいいんだと、ポーズだけは撮ると、で、まさしくサブスタンシャルな、その核戦力の実効性あるものの建設はやめないと、ね、でこれはあの逆に言うと中国ができるのは見せかけの工事凍結だから、アメリカは、あの戦争ばっかりしてるから、余計に核戦力っていうか、あの日本人を虐殺したから、広島長崎で、人体実験でやったから余計に核戦力の怖さ知ってるから、っていうか日本人よりはるかに知ってますよね、だもんで、つまり妥協できないんですよ、この信念になっても、ということは米中の間では、これあのゴールがないんですよ、だから、その国際社会の新たな枠組みに取り込んでいくしかない、南沙問題を戦争に至らしめないためには、で国連は全く何もできない、ただやっぱりね、その今青山さんおっしゃったように、その新たな枠組みに取り込んでいかなきゃいけない、要するに中国っていうのはどういうやり方をするかっていうと、もともとあの南沙諸島と言われ、今南沙諸島新南軍になるって、それが支持率に少し反映されましたよね、安倍政権の、ですから、じゃこれ憲法改正なんていうことを言い出したらどうなっちゃうんだろうって、このだから精神構造を変えるっていうのはもう本当に簡単じゃない、あの先ほどおっしゃられた意識の変革のっていう、その野田さんの発言の問題にもつながりますよね、だからこの南シナ海のね、例えば問題 の、 あの、まあ、報道をずっと見ていても、前にも申し上げたように、ここ南沙諸島じゃないんですよ、もともと新南群島っていう日本の島だったんですから、っていうことなんか、そっからやっぱ戻らない、誰一人言わないでしょ、言っちゃいけないことのようになっちゃってるじゃないですか、言っちゃいけないタブーにもなってるんだけど、知らない、そもそも、そうなん、知らない知らない、つまりメディアは知ってるけど隠してるんじゃなくて、知らない知らない、根深いですね、そっからやっぱそこまで戻らないとね、どうしましょうっていう話なんです、あの日本人より海外の人の方が日本の現代史をよっぽど知ってるから、あ確かにそうですよ ね、うん、ね、ちょっとカルちゃんのお話に補うと、あの中国は人の命を何とも思ってないって言って、あのおっしゃって、あの妊娠中の岡本ディレクターも今笑ってたけど、妊娠中どうしても妊娠してるでしょ、あのお腹デブなだけです、デブじゃない、お腹だけ出てる、ダメですよ、青山さんみたいに鍛えないと、いや鍛える時間は今ないんですけど、なんだっけ、何を言おうとしたのかな、自分で話をされて中国はね、人の命を何とも思わないと、有本さんのお話、岡本ちゃんまで、あのアハハって笑ってて、いやそれはあの別に変な笑いじゃないんだけど、あのそれはあのあの世恵さんとのね、あの香織ちゃんと世恵さんのあの素晴らしい対談本にもちらっ と、 ラとね、リベラルの中国ちらっと出てきたのは、要するに中国に対して何か言うと右翼だとか、そう言われた時期があったと、今は少し違うけどもみたいなニュアンスで対談されてたけど、これ実は東小平が言ってるんですから、え、一平ちゃん知ってるでしょ、1989年天安門事件の時に、中国人をあふれ返ってんだから、天安門事件で少々死んだって構わないと、あの鄧小平さんっていう一部とかですね、元日本のね、そこに中国の中華人民共和国の権利なんか本来全くないところですよ、ね、つまりだけど彼らの発想というのは、全くそんなところに、そんなあさってのところにあなたたちの、ね、領有権なんかあるわけないでしょというところにでもね、なんだかんだってこういろんなことをやり、でしかもその岩みたいなところだったのに、
もうほら、ね、そう、人の命なんて何とも思わない国だから、そういうところに一人二人置いてね要するに、なんかもうパラソル立てて昔の人柱とかあんな感覚ですね。そうパラソル立ててね、その波にさらわれそうになりながら人がそこに居つくわけですよ、はい、でどんどんまあ工事をしていって、掘ったて小屋みたいなのを最初立ててっていうところから始めちゃって、とうとう国際社会がどうこうしようかっていうような大問題にまでなっちゃうっていうのはね、やっぱりだから日本人の考えることとは発想全然違うんですよ、はあはあはあ、そして残念ながら、今や中国の方がもうその国家100年の計がね、はい、悪い意味でですよ、あるってことはっきりしちゃいましたよね、はい、日本が全然それを持たないということが、はい、むしろ私は相当恐ろしいことだなっていうふうに思いますし、はい、でこれから国際社会で青山さんおっしゃったように役割を果たしていくという、はい、うん、行かざるを得ないと私も思いますが、はい、それでもまだ国内ではなんかわけのわからないことばっかり言ってるでしょ、はい、もうだから私意外にね、憲法改正なんかもちょっと弱気に見てます。弱気にというよりも、私自身がというよりもね、いややっぱり結構難しいんじゃないかというふうに。そうです、結構どころじゃないですよ。ですよね、割合悲観的に見てます、安保法制程度で、あの通り、ね、でまあちょっと戻りましたけどね、民進は、いやでもあの戦争法案というレッテルとかね、それは最初から意外に普通の国民信じてない。そうなんですか、はい、でも例えばその徴兵制がとかってね、なんかとんでもないこと言ってたじゃないですか、はいはい、でそういうのに対してメディアがまた同じように乗っかって言うもんだから、意外にね、例えば女性なんかでも、はい、ちゃんとしてる人ですよ、しっかりしてる人でも、でもあそこまで言われるとやっぱり本当にそうなんだろうかってちょっと不安。一般西側にやや近い、そうですよね、近いってのはちょっと違うけど、比較的に西側と対話をできる指導者みたいに思われてた人ですよね、少なくとも共産党ゴリゴリではない鄧小平さんだから改革開放路線、まあ逆の見方もあるけどね、本当はゴリゴリの独裁だからできたとも言えるけど、やっぱり客観的に見ると、ゴリゴリの共産党よりは少し話ができる、その人が、まあ、死んだって構わないっていう発言を公然とやってるんだから、だから香織ちゃんが何か右翼的な話をしてたとか、いや右翼ある論外だけど、誇張なさったわけでは全くないんですよ。そうなんですよ ね、でその意味でも価値観が全く、日本だけじゃなくて西側諸国から全く違ってとは全く違ってて、でもね、今の香織ちゃんの話にも関連して言うとね、これ明らかに中国の失敗なんですよ、明らかにやりすぎたわけ、簡単に言うと、世の中複雑に見えて実はシンプルだから、まず香織ちゃんがおっしゃろうとしたことをあえてもう一回補うと、まあ中国の赤い舌ってからかわれてるんだけど、本当にそれ見えますよね、ベローンとね、だってどう見ても中国の領海であったり、そういうところは海南島を含めてあげてもですね、その北部に限られてるわけじゃないですか、南の中に、それをこの明らかに全然中国じゃないところまで広げちゃって、でそれは、やっぱり、おっしゃったその中国の長期戦略で恐怖感が、根っこにあるから、中国はずっと周辺に滅ぼされてきた国なんで、周りを陸も海もこうギューッと押し出すように固めたい、ね、これ僕は適当に言ってるんじゃなくて、さっき申し上げた議論相手の中国の将軍が、特に一杯入ると、中国の酒めっちゃ強いでしょ、あれでカンペカンペってやってるうちに、突如として爆破するみたいに、だからギューッと押し出したいんだよ、ということですね。でも拡張主義っていうのはね、彼らの体の中にあるものなんですよ、頭の中というよりも。そうですよ ね、恐怖感に基づいてるからね、だもんでこれ間違って、この大風呂敷を広げちゃって、で人工島を作る云々も、そのさっき言ったその核戦力っていうね、